はい。皆さん、こんにちは。ワンデルグルビーチです。では、今回は、アゾバヤホー、レジスタンス DLC アメリカ軍プレイの続きをやっていきたいと思います。今回はですね、帝国が東南アジアに持っているね、資源地帯、これを解放していこうというふうに思っています。それと同時に、チャンスあれば帝国海軍も、壊滅させるということをね、やっていきたいと思っています。で、そのために、まず最初にですね、フィリピンから、インドネシア。ここに強襲上陸をかけて一気にね、帝国の持っている資源地帯を回収していくというのを考えています。で、具体的にはここにはですね、まあ、ゴム、アルミ、石油というのが取れるので、まあ、ここをね、帝国から取り上げるというのが、最初のね、作戦になります。で、海軍の方なんですけども、今はですね、ちょっと太平洋艦隊の方が毒入りしているんですが、強襲上陸の準備が整い次第ですね、制海権が必要になりますので、このマラッカ海峡に海軍を送って、制海権をね、確保して、陸軍の強襲上陸を支援していきたいというふうに思っています。では早速、時間を進めていきましょう。依然帝国海軍はね、空母7隻含む、大戦力を持っているので、これを確実にね、壊滅させてから、欧州戦線に参戦していきたいなと思うので、一刻も早くね、この帝国海軍を潰しておきたいなというところなんですけどね、さすがに帝国海軍強い。であとは空軍の配置もですね、少し変えてまして、フィリピンの方に、対艦攻撃機、数はね、ちょっとまだ多くはないんですが、対艦攻撃機を置いておいて、ここに、帝国海軍がね、通過するようなことがあれば、攻撃を加えてもらうというのも考えています。では、時間を進めていきまーす。ここで帝国海軍、しかもこれは機動部隊ですね。第一航空艦隊と敵の機動部隊。ここが交戦に入るようなので、ちょっとここはしっかり見ていきましょう。敵の駆逐艦を沈めて、大型艦、従順を撃沈。さらに、戦艦も撃沈。空母は？空母は沈められてないが。いや、空母も2隻撃沈してますね。空母2隻、蒼龍と龍城を撃沈。よし、これでだいぶこの太平洋から南シナ海にかけての制海権が安定的に確保できそうですね。もう一度確認します。敵の蒼龍と龍城を撃沈、さらに戦艦山城も撃沈、巡洋艦からは春名を撃沈、まあ、巡洋戦艦ですね。さらに駆逐艦23隻を撃沈。これで少し、帝国の方の海軍の状況をもう一度注視しましょう。帝国の持っている戦力ですが、巡洋戦艦が2、戦艦が3、そして空母が4。まだ空母が4ですね。まだ空母が4となると全然油断ができるっていう状況ではないかな。もうちょっと対応が必要そうですね。ここでも駆逐艦と軽巡を撃沈しています。ここから先はもう本当に、おっと、でもここでさらに昇格も撃沈してるね。これでだから4隻になったんだね。さっきの海戦で2隻の空母撃沈していたので、もともと帝国は7隻の空母を持っていたんですけど、ここから2を撃沈したので、
まあ、5になるところが見てたら4になっていたので、ここでもう一隻撃沈してますね。これで、敵の海軍の戦力が4というので、まあ、辻褄というか、個数が合いそうです。さあ、では、スマトラ島ですね。インドネシアの解放戦を始めていきましょう。しばらく海軍ではなく、空軍でもなく、陸軍のね、操作になります。まずは上陸がうまくはまってくれないと話にならないからね。はい、ではスマトラ島の方に上陸できましたので、ここからね、帝国陸軍をね追い出していこうというふうに思います。なんとかすんなりね進んでくれればいいかなというところですね。あとはシンガポールがね、敵の手に落ちないようにっていう、まあ、注意も常にね貼っておきたいと思います。でね、ようやく本当に軍需工場が追いついてきて、くれたのかなっていうね感じが本当にしますね。数が、ようやく確保できつつあると。なので、ここは、少し、航空戦力の増強をしておきましょう。まあ、対日本戦ではね、航空戦力足りてるように見えると思うんですけど、欧州戦線に行ったら航空機の数全然足りないですからね。ここは航空機の数を増やしに行きます。なんとか帝国海軍の息の根を止める。残り4空母を撃沈しておきたいところなんですけどね。もう多分引きこもって出てこないんじゃないかな。帝国海軍の方もね、もう戦力がゼロになるっていう状態は避けたいと思うので、まあなかなか出てきてはくれなそうな気がします。そしたらですね、少し、編成をね、変えていきたいと思います。陸軍の軍事工場もだいぶ充実してきてますので、編成を見直します。まずは歩兵の方なんですが、少しはね、装甲化しておいてあげたいなというのもあるので、この機械化歩兵を入れておきます。まあ、チェンジっていう意味ですね。で、当然、それに合わせて、生産のラインにね、この装甲車を入れているという状態です。で、あとは戦車の方なんですけども、ここもね、歩兵を入れてあげます。で、戦闘幅、正面戦闘幅を、まあ、20前後になるようにね、ちょっと変えておいてあげようかなというところですね。で、あとは、砲兵を入れておきます。さらに、補給、通信、工兵と。いや、偵察の方がいいかな、ここはね。こんな感じで、少し変更を加えていきます。
この後、陸軍が主な戦いの場に移っていくと思うのでね、そこでしっかり活躍できるようにと思います。まあ、そしてタイガーちゃんが殺されたか。また、女性エージェント、女スパイを雇っていきましょう。しょうがないですからね。で、陸軍の方は、スマトラ島の方は、まあ、ちょっと、進撃のスピードは遅いですが、確実にね、進められているのかなという状態ですかね。ここは包囲戦にしちゃいましょう。包囲戦別。海軍がね、帝国海軍がどこに潜んでいるのか、ちょっと炙り出しをしていきましょうか。帝国のいる海域がどこなのか。こういう小型艦ね、クルーザーや駆逐艦をね、バシバシ沈めてるんですけど、空母がまだ4隻どっかに残っているはずなので、その空母4隻がどこにいるか、ですね。まあ、必ず、シーレーンの防衛に出てくるはず、なので、そこを叩きたいところなんですけどね。一応、帝国海軍が展開する場所、には、漏れなく、味方の海軍も配置してあるので、戦闘になればね、叩けるんじゃないかなとは思うんですけどね。ここで単艦運用されてたのかな？砲礁を撃沈してますね。砲礁を撃沈。これで帝国海軍の持っている空母の数が、3になっているはず。そうですね。空母は蒼龍と加賀、さらに赤城というのが1隻ずつ計3隻ですね。二隻ぐらいまで打ち減らしておけば、主力艦隊をね、大西洋の方に動かせるかなと思います。なので、もう一踏ん張り、といったところですかね。そしたらですね、なんとかその帝国海軍のね、残存艦隊、空母4残っているので、これを撃滅したいということで、索敵繰り返しているんですけど、なかなか敵の艦隊を捕捉できないので、ここで、帝国海軍の方のね、ブループリント、青写真ですね、これを盗みに行くという作戦を発動しましたので、これをね、しっかり確認して、敵のね、位置を割り出して撃滅していきたいというふうに思っています。なので今回はね、一旦ちょっとここまでにさせていただいて、次回はですね、艦隊の一部を
大西洋艦隊の方に戻して、ヨーロッパの方にね、ついに介入をしていこうかなというふうに思っています。で、アジアの方はこの後なんですけども、インドネシア解放した後はニューギニアを、ダッシュですね、帝国の資源地帯になっているニューギニア、ここです。ここをダッシュしていきたいというふうに思っています。なので、アジアでは帝国海軍の壊滅とニューギニアのダッシュ。で、いよいよね、ヨーロッパの方に参戦をしていきたいというふうに思っていますので、皆さんの応援引き続きよろしくお願いいたします。はい。最後までご視聴ありがとうございました。内容いかがでしたでしょうか？ぜひ、皆さんの感想や、あとアドバイスですね、いただければ嬉しいなと思います。それと、チャンネル登録とツイッターのフォローもぜひぜひよろしくお願いいたします。